どうも、高井です。安い書籍は正直ギャンブル、一握りの宝。最近安くて面白そうな本に手を出してしまったんですけど、この本は予約注文で買いました。安くていい本を探すほどあなたは泥沼にハマっていきます。本が出版されてから1ヶ月2ヶ月っていうのは、だいたいその本の著者の本の文末にこういう本内容が書かれてたら注意すべきであって、その内容というのはこの本のレビューに高評価をつけてくれたらあなたにプレゼントをあげますよって言われてたら、え、それお得じゃん、じゃあ高評価つけようってなるわけでしょ。商品がいい方、いいものであるほど、プレゼントの内容がいいものであればあるほど高評価でつきやすいんですよ。ついたら1ヶ月2ヶ月経って、まあその後半年ぐらい経った時には本当はこの本って良くないんだよっていう内容もついたりするんですよ。まあ絶対に良くないかと言ったら、高評価ついてる分そのギャップによってなんだよ、実際そんな良くないじゃんっていう内容がつきやすい。高評価をつけてほしいっていうものには一つの明確な理由があって、人って最初に高評価つくと後も高評価つけるんですよね。で、逆に最初にマイナスな評価ついちゃってると、次からマイナスな評価ついちゃって、いくら本当はいい本なんだよっていうコメントつけてくれる人がいたとしてもマイナスが全体的についちゃうんですよ。これは人の心の中のバイアスっていうやつですね。じゃあいい本を選ぶにはどうしたらいいのかって言ったら、もうバイアスがかかった状態で選ぶしかない。高評価ついて後も全体的に高評価つく、マーケティングとかも一切そういうのない、高評価つけてくれたらいいプレゼントあげますよっていうのは、こうそういうマーケティングも一切ない状態で、1年2年だってなおも高評価ついてるような、そういう本っていうのは選んだら、まああなた自身はほぼ失敗ないでしょ。ただすごいバイアスのかかった状態で選ぶことになっちゃうけどね、それは一番失敗ないです。私自身が今回それに加えてついつい言いたくなっちゃったのは、これ入門書なんですけどね、入門書ってこれぐらい分厚さあるべきだと私は思ってるんですよ。すごい分厚いよね、分厚くて重い、こっちは薄くて軽い。で、薄くて軽いと一つ問題があって、全体的にまんべんなく話はしてくれてるんですけど、まんべんなく話して一つ一つこの本の分厚さがもっと分厚かったら内容をもっと詳しく書いてくれてるはずなんですよ。だけど分厚くてで内容が重厚だったらいいんだけど、細くて浅いんですよ。それ入門書としていかがなのかなって私は思っちゃうんですよ。それだったらもうスマホでちょっとググって検索した方が出てくるんじゃないのかなってそう思わせてしまうような、そんな薄さです。なので専門書買いました。専門書って言ったらどれぐらいなもんかなと思ったら、入門書と比べたら内容がギュンとね、ギュンと上がる。じゃあその専門書ってどういう風な内容かざっくりと言うとね、一旦その囚人を韓国に投獄して、じゃあその囚人が社会復帰していいものなのか、それとも一生牢獄に入っててくださいねっていうような人たちなのか、その具体的な分岐点どこなのかなって話が載ってるんですよ。まあそんな内容なので正直専門の濃度高いよね。どんな内容の本を知りたいのかってことによるんですけど、未開拓の分野はまだあなた自身は手を出さない方がいいかもしれない。で、逆にすごい開拓されてて本がいっぱい出てるんだったら、その本のレビュー1年2年経ってるんだったら参考にしてみてください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。